はい、これはね、TRD の、ものになってね、TRD の、これはレクサスバージョンのね、セットものですね。キリンのお店ですね。まあ、そこで、購入して、ものの中のトイザラスですね。で、購入したものの中の、まあ、1台ということでね。まあ、これはこれで、こう、なかなかのこう迫力があって感じでね。まあ、レクサスと同様にこれがついてたんですが、まあ、なかなかの、こう、こうレクサスって書かれたところとね、これはシノのプロフィアがモデルと思うんですけども、TRD と書かれていて、なかなかいいですね。で、実際にこれが実物、まあ、この柄じゃないんだけど、違うタイプのやつが走ってて、一回だけレーシングトランスポーターのこういうタイプのやつを走ってるの見たことありますね。まあ、サーキット場がね、まあ、あるので、まあ、そこにこう走るらしいですね。まあ、今こういう車はね、あんまり昔に比べて20年ほどぐらい前と比べると、数がね、あんまり少なくなってきてしまいましたね。まあ、それほど、やはりその若者たちが、まあ、あんまり車に対する関心っていうのが、あんまりなくなってきちゃって、まあ、これはレースの世界の人たちにおいた、もう車好きの人にとっても危機的なんですよね。要は、若者がどんどん後を継いでって、で、それがさらにまた後輩の若者を呼んでくるわけだから、その若者たちが車に対する興味があんまり示さなくなってしまうとですね、そうすると次の若者たちがあまり来なくなってしまう恐れがあるんですね。だからまあ少しでもこういうレースで活気づいてね、こう若者たちがこういう風な車で来るといいですね。ただまあレースっていうのは基本的にまあ戦いの場ではあるんだけど、まあ、ちゃんとレースが終わったらね、お互いにこう仲良くしていって、まあ協力し合ってね、それこそチームワークみたいのでなっていきたいなと思うんですよ。まあ車好きの中でもね、こうチームワークで行こうっていうものよりはどっちかっていうと、まあバトルして終わりっていうね、そういうのは悲しいわけですよね。どっちかっていうとね、例えば部品なんかをこういいパーツを提供してくださったらいいわ、そういうものを作ってくださる人とかいるとか、そういうふうに協力関係で、まあ、成り立っていくっていうことをね、していってほしいなっていうのがあるので、まあこういったのはね、そういった車で、まあなかなかね、車としても非常に面白いですし、これはこれで、まあ、ためになる良い、車ではないかなというふうには、思います。まあ、これ結構人気があるんですよね、こういうタイプのやつ。コトビカルも結構いくつか出されててですね。で、結構このタイプの、手のものは結構人気があって、いくつかね、何種類か、まあ、出されてはいるんですが、まあ、どれもみんな人気があってね、なかなか、まあ、手に入りにくいっていうのがね、こう現状的かなっていうのがありますけど、まあなかなかこういうものもね、そう手に出るとなかなか面白くてね、まあそこがいいのではないかなっていうふうに思いますね。というわけで、どうもありがとうございました。